こんにちは、KO です。楽曲を作ったり絵を描いたりいろんなものを作っています。先日山の中で見てきた笹百合をテーマにした曲を作りました。曲作りの様子を撮ってみましたので、そのメイキング動画になります。曲ソフトを立ち上げてネイティブインストゥルメンツのストレイライトというシンセサイザーを使います。ゲームや映画で出てくるような雰囲気のある音がたくさん入っているシンセなのでよく使います。プリセットの中にリバーブが深くかかったいい感じのピアノがあったので、これでコードを打ち込んでいきます。次にドラムのキックを打ち込みます。基本的にリアルタイムで打ち込んで、その後でタイミングを補正することが多いです。最初に入れたキックの音が少し迫力不足に感じたので、サンプルを差し替えました。シンセサイザーのセラムを立ち上げます。セラムはいろんなところでプリセットが配布されてて、自分が気に入ったプリセットを普段から集めています。作りの時に楽器を入れていく順番は特に決めてません。思いついた順にガンガン打ち込んでいきます。ベースを打ち込みます。ベースで雰囲気が出たので、ドラムの方も強化していきたいと思います。適当なドラムのループ素材を細切れにして鍵盤に割り当てます。使えそうな音を見つけて、パーカッションにしていきます。同じ要領で、ドラム素材の中からスネアを拝借します。ハイハットを打ち込みます。ハイハットはサンプルの高さを変えて雰囲気を調整するのが好きです。ベースとピアノのコードの変化があまりないので、パーカッションを入れてちょっと気だるさを抜きたいなというふうに思いました。シェイカーも出します。シェイカーが少し前のめりすぎるので、高音域を削ってなじませます。サイマティクスのオリジンというプラグインを使います。ヴィンテージとかローファイとか少し古めかしい音にするプラグインで、通常のイコライザーで高音域をカットするよりも雰囲気が出るのでよく使っています。このプラグイン無料なのですごくおすすめです。シンセサイザーでパッドみたいな笛みたいな音を出します。だんだん曲のアイディアがなくなってきたので、スプライスサウンドから曲と同じようなテンポのドラム素材を適当に入れていきます。単体でももちろん使えそうなんですけど、このままだと面白みがないので、必要なところだけを切り取っていきます。
スネアの部分に雰囲気が出るように水の音を重ねます。音の雰囲気というか質感の情報が多い音が好きなので、ドラムやパーカッションを作るときは音を重ねたり、すでに音が重なっているループ素材から自分の好きな音だけを抜き出して使うことが多いです。アコースティックなベースよりも、あと低い音のする808のベースとかの方が楽曲の雰囲気に合うかなと思い差し替えました。サブベースとか808系の低いベースはサインイン波から作ってもいいんですけど、このシンセサイザーがすごいいい音するのでよく使ってます。読み方はちょっとわからないんですけど、サブラブかサボラボか。少し低音域が暴れすぎてるのでディストーションで歪ませます。ディストーションはキャメルクラッシャー、無料プラグイン使ってます。セラムで音の隙間を埋める感じでメロディーを打ち込みます。を作っていきます。基本的にループミュージックなので、作った素材をループさせながら抜き差しして展開を作っていきます。音のつなぎにスライド音というか、ちょっと駆け上がる感じの音を入れていきます。ボリュームオートメーションでいらない余韻を切ってキレを良くします。オリジンでフィルター効果を出します。音を削った時にすごいこういい感じのローファイ感になるので、このプラグイン本当に好きです。最後にピアノを入れていきます。ピアノはネイティブインストゥルメンツのアリシアズキーズをよく使います。音が少しドライなのでリバーブをかけて曲の雰囲気に馴染ませます。今回はバルハラルームのリバーブを使います。バルハラルームは動作がすごく軽くて音の質感もすごく綺麗なので重宝しています。ピアノをリアルタイムで打ち込んでいきます。
最後にピアノのミスタッチを修正して完成になります。いかがだったでしょうか。今回曲の題材にしたササエリは日本固有種のユリで、前からずっと見てみたかったんですけど、なかなか自生してるものは見つけられませんでした。なので今回出会えたのがすごい嬉しくて、派手なユリというよりかは少しちょっと儚げなユリかなっていうふうに思ったので、そういうテーマで楽曲を作ってみました。最後までご視聴ありがとうございました。